じゃあもう次、じゃあ次は別のコーナーに参りたいと思います。お願いします。いきますよ、続いてのコーナー、はい、レッドベルベットのスイーツバトルロイヤル。チェルライちゃん。スイーツ、アイスクリーム。ちょっと変わりましたかね。じゃあルール説明をしますね。レッドベルベットの5人を今日本で大ブームになっているスイーツでおもてなしするコーナーでございます。だけどごめんなさい、番組の予算の都合上用意できたスイーツ4人分だけなんです。ごめんね、ゆうさんにオフさせた。ゆうさん準備ですよ。なんで5人でゲームをやってもらって、はい、勝利した4人にスイーツをプレゼントします。ゲームレーブン系、はい、スイーツツリーレーブン負けた人にゲームを受けていただきます。中心部のポルチギンさん、はい、どんなゲームやるのか気になりますよね。何でしょうか。みんなスイーツは好きですか。スイーツ超好きです。あさき、罰ゲームは好きですか。ポルチッと超好きですよ。なかなかいないですよね。なんでみんなこれやったことあるのか。日本だと結構定番の、はい、こちらのそうです最初のゲームになりますね。はい、じゃああれ黒ひげ危機一発でございます。これ知ってるこれ知ってる、知ってる。これをね刺すと刺して刺して刺してポーンなった負けで、ポーンなった人が負けです。はい、チュンの新聞にチュンの韓国ゲドイじゃあ、ね、あるよね。そうだ、なんかテレビで見たことあるみたいな、はい、テレビでそっかアイドルの子がやってるやつね、はいはい、ということでじゃあこれを順番こ で、ね、誰からどういう回り方をするじゃんけんしよう。でもこうかした方が分かりやすいね。じゃんけんしましょうか。じゃあじゃんけんで勝った人から右回りに。イギリスで次ハイバイブスを取らなくて、じゃあ2人で、2人でどっちからか決めましょう。オッケー、じゃんけん、あもういいんですね、はい、あごめんなさい、はい、イギリさんもう決まった。じゃあ決まったみたいです。あ怖くない、大丈夫、オッケー、いくよ。すごい度胸ある。すごいね。すごい、怖い。はい、どうぞ。いいよ、待っていいよ。オッケー、いいの。ああすごい、スンスン刺すね。怖くないんだね。と今写真が見ございこれはもう緊張しないで自信を持って刺した方がいいですね。なるほど、オッケー。みんなやり慣れてるね、ちょっとしたらね。そしてはい、スズちゃん現地さんも食べて、あ、うわ怖い、はい、怖い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 、バン、あ早い。一周しました、一周しましたよ。ハンバッキー取れた。あ早い早い、怖くないもんな。写真が自信を持って、自信を持ってね。うわ3秒前、3秒前、7秒前、ちっちゃ細ったいこ、あこれ本当に怖い、どうだこぎだ、あれね、そこだ怖い。結構どんどんいきますね。早いね、みんなすごい、やっぱ度胸が。うわそろそろ来るんじゃない？スルスル折り子が出てよ。いいか？あ？え？やばい？やばい？ああ！じゃ怖いわ。私も怖い。怖いよね。もう来るよそろそろ。スルスル折り子。やべ、誰も覚えてんのこや。私を見てる。見てるよ。アイドルちゃんを見てるよ。見てるよ。やばい。どうする？お願い。来るよ。ああ！そろそろ来るよ。うわえ、なんでこんな行かないの、これ回してるよね、すごい、回してるよね、うわ怖い、え来るよ来るよ、ちょっと待ってこれ、ほんとにちゃんと回してる、回してる、ほんのかいな、あれこくるっと回して、くるったよ、すごい運がいいよ、うわー怖い、怖い、あーそういうことは、ね、あーそこから私は大そこから、そこからまだあるよ、穴もある、やばいやばい、もううんと生んでよ、つだっけ、やっ、あー行こう待って行こう待って、ウェンディちゃんが、負けー、ウェンディちゃん負けー、負けー、いっちゃいましたね、ただ持ちましたね、すごいこんなに長いのね、びっくりした、すごい、さあということでね、どんなスイーツが出てくるのか楽しみにしてると思うんですが、ちょっとお待ちくださいね、だから4人は食べられますよ、何のスイーツなのか私たちも知らないですよね、そうなんですよ、だけどごめんなさいね、大丈夫大丈夫ね、大丈夫大丈夫、ケンちゃんな、大丈夫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 、お金がないんだよ、お金がないんだよ、そうそう、当時オプソソ、一口あげるのなしですからね、何人取り抜くと大きい、あーあーあーあ
メダメ。ちょっと今ね準備にね。何がちょっと準備箱みんな知ってるかな。ああ知ってるかな。知ってるかな。おおちょっと怖いぞ。こちらでございます。これ見に行ったら全部違うんだね。じゃあちょっと花々食べてみますよ。はいこちらでございます。タピオカ。ウェンディが一番好きなの。好きなのウェンディちゃん。好き。じゃあ本当に。はい、紹介お願いします。紹介していきますよ。まずはこちらですね。こちら日本で大人気のタピオカ専門店ジアレイのタピオカドリンクでございます。こちらでございます。はい、黒糖抹茶ラテと黒糖タピオカラテでございますね。どっちゃと黒糖ラテ。はい、これはこれですかね。三原区表参道のモバイルスイーツ、はい、コスミック。コスミック、もう何だか何が何だか分かりませんけど、これ今流行ってるらしいんですよ。はい、はい、そして最後こちら奥にありますのがフォーチュナーティーボックスのチーズティーです。チーズティ ー, ー, ティー、お茶とチーズのクリームが乗ってます。チーズティー。みんなでこれは買って、うん、買った4人で分けてください。どれがいい？どれがいいですか？抹茶。抹茶？抹茶。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫。大丈夫。大丈夫。ああ、大丈夫。じゃあコスミック。コスミック。ここに入れた方がいいかもね。そうね。これやった方がね。はい、これも返します。大丈夫かな。うちらも食べたことある。どうですか。美味しい。あ、かわいいね。美味しいの食べてる時。合うね合うね。ティッシュ。あ、ティッシュこぼれちゃった。ちょっと待ってて。待っててね。大丈夫。いただきます。いただきます。あ、合ってます。いただきます。すごい上手。いただきます。いただきます。幸せ。いただきます。いただきます。合ってる。でも喋られないの。いただきます。いただきます。いただきます。ね、味がチーズ。大丈夫？チーズ？はい。チーズなんだそれ。はい、え？え？いいの？食べました。食べてもいいんですか？マッシュ。皆さん食べてみてじゃあ。いいんですか？うん、いいんです。え、はい、あんしてもらっちゃっていいの？ゆうちゃんに。優しいのみんな。嬉しいね。あ、焦げチーズ。美味しい。美味しいですか？あ、チーズ。チーズ。クッキーが入ってて。レモンとチーズとサクサクしてる。レモンチーズケーキ、はいはい、レモンチーズケーキです。すごい美味しい。うめえ。どう？ちょっと。ああ、なんで？あや、정말아이그냥이야그냥이야먹고싶어아니야먹고싶었는데어뭐만든다그래서그냥빨때만입에대면어떤느낌일까해서빨때만입에대봤습니다뭐아노食べたか飲みたかったんですけれども飲んだらダメって言われたのでストローを口に当ててどんな感じかなっていうのだけを見てみました。信じます。빨때만입에대면ありがとういい子だね。美味しいですか。チーズティーどう。チーズティー最近流行ってんだよこれ。これね美味しいね。クリームチーズの初めて初めての感覚。美味しいです。美味しい。美味しい。それは私。あ、ストローもハートだね。あ、大丈夫です。大丈夫です。可愛いね。でもゆうちゃんも飲んでみる？チーズティーね。ウェディ！ああ！ああ！ゆうちゃんもあるの？今飲んだんじゃない？あ、もうボコボコだ。お腹すいた。お腹すいた。ゆうちゃんが今どこで拭いてあげようかなってくっついちゃったので拭いてあげようかなと思ってたので。そうか、拭いてあげようとしたのね。さっきから言い訳がすごい上手。すごいお芝居してるよ。飲んでたんだよ。どう？ゆうちゃんそれ。韓国で新しい味です。新しい韓国にはない。確かにお茶とチーズだからね珍しいもん、ね、最近なんか流行ってるチーズ美味しいです。いいじゃない。なんかミルクティーとミルクティーな感じか、チーズと入ってますか。いっぱい味がいっぱい入ってます、ね、いっぱい入ってます、ね、入った。私たちも新しい結構ね並ばないと買えないやつばっかりだからみんなすごい超ダブルです。ちょっと左に抜かった。そうそうそう。並んでるのすごい。本当じゃあウェンディちゃん。みんなね美味しいもの味わっていただきましたが、ウェンディちゃんはねちょっとなんか疑惑もあるんだよな飲んでる。飲んでる疑惑もあるんで。ちょっと罰ゲーム厳しめに行きます。じゃああれちょうだい。はい。ドン。あ、これは。지금질문아질문시켜도될까이이요또벌벌칙을맞추면한입한입을맞한입먹어요罰ゲームで勝ったら当てられたら一口もらってもいいですか
いいでしょう。あー、OK、あ、誰でも大丈夫。いいでしょう。大丈夫。大丈夫。大丈夫。あー、OK。さあ、それではいきますよ。罰ゲームは何なのか。はい、何でしょう。箱の中身は何だろうなー。でございます。これは私たちだけが見えてた方がいいですね。いやいやにしてね。ちょっとここにの、うん、ここに声で止まった方がいいですよね。ここにね。これちょっとちょっとごめんね。みんな行ってもらって。ごめんね。ソーリー。ソーリー。こっちは私見るの大変だよね。ここに置きましょうね。協力だからね。はい。はい。はい、なるほど。あ、これはやばいですね、はい。こうしたらいいかな。大丈夫。大丈夫。したらウェンディちゃん見えないかな。そうか。これやばいね。ちょっと。はい、あ、これやば。やばいんですか。やばいです。私たちは見ても大丈夫。言っちゃダメよ。はい。一回見る。見てないよね、ウェンディちゃん。ウェンディちゃん見ちゃダメ。リアクションお願いします。おお、やあ。ケタこれどこれはやばいですよ。よく手に入りましたね。いや、これはちょっとビビりますね。イボヌンちゃんからコビないですよ。ちょっとさ。皆さんね、まあ、ご存知の通りこの横から手を入れてもらって、そうヤンソヌルの受信が入っているのか出てもらいます。はい、これどうしますか。あ、これ持ってきます。持ってきます。エミコさんが持ってきます。私が持ってきます。買ったり行けよ。買ったり行けよ。じゃあそのままで OK よ。じゃあそのままで OK。私がこう持ってくる。エミコさんね、結構あの動く子だから、これ。はい、動くから。動くからね。うん、動く子だから。動く子だから。気をつけて。行きますよ。はい。あ、すごい。よく行け。にゃ、あ、お、おめえ。あ、うわうわ、よく行くね。あ、やばいやばい。あ、やばい。怖い怖い怖い。あ、それ。めっちゃすごい触ってる、すごい触ってる。あ。動いてる動いてる動いてる。うちぎこいさよ。動いてる動いてる。あ、すごい。待ってる。待ってる。あれ？まトラ、つばい。これ触れない。もう分かったらすぐ言っていいよ。あ、ちょんだ。正解分かりました。あ、言ってください。お願いします。お願いします。제가좋아하는것같기도한데。多分私が好きなものじゃないかと思います。과일을좋아하거든요。果物が好きなんですよ。そうなんです。아근데이거뭐야?근데뭐난다로.안좋아해.근데제가과일을좋아하지만좋아하는과일은아닌것같긴한데잘먹진않는과일.그정도가好きなんだけど私があまり食べないやつかな?안쪽에색깔이약간연두색이고이거뭐주황색인것도있어요.뭔가그런뭔가中中の実の色はあの黄緑だったりしますよね?うわめっちゃ正解!正解!正解!正解わかりました。あ、じゃあそこまで。メロン正解分かっちゃったかガシガシ触ってったからね。スポンジは次で急にちっちゃいですよ。あ、そう、スポンジの食感の触った感じがありましたね、最初は。あ、そこだったんだ。周りね。そうね。なんかもっと怖いもの入れとけばよかったな。アロマジロとか。アロマジロとか。アロマジロなのに、ドングリラドのノーズルコールくれんだよ。細めちゃったもんね。クリスマスもちょっとしかし。いや、いいでしょう。どうぞ。あ、召し上がってください。あ、もう一個あるの。ボガチェ君もますよ。新しいのも出てきましたよ。セロンコイさん。当たったから特別ですね。一個ありがとう。どうぞ。ありがとうございます。さあ、ということで、こちらのコーナー終了でございます。スイーツバトルロイヤルのコーナーでございました。ありがとうございました。